あどうも、井上です。えー、っと、この動画では、えー、っと、PowerPoint を使って、えー、っと、画像の背景を白抜きにする方法をやっていきたいと思います。えー、っと、これ使うと Amazon とかもしトップ画面の画像を作る際に、えー、っと、便利なんで、よかったら、えー、っと、参考にしてください、えー。まず PowerPoint を開いてもらって、えー、このからの、えー、っと、スライドですね。 これを用意してもらって、ここにえっと使いたい画像を持ってきます。こんな感じで。で、えー、っと、これ持ってくると、ここ変わったの分かりますかね。ここに、えっと、図ツール書式っていうのが出てくるんで、えっと、これの書式をクリックすると、ここですね、背景の削除っていうのが出てきますんで、これをクリックです。するとこんな感じで画像が色が変わりますので、この紫になっている部分が、えっと と、消えて白抜きされますんで。で、この色のついてるとこが、これが残る形になりますんで。えっ、ー、と、で、こっちの、ここに、えっ、ー、と、プレビュー画面が出てるんで、これでチェックしながらやるといいと思います。えっ、ー、と、まずそしたらやっていきます。えっ、ー、と、この白枠、これが、えっ、ー、と、最終的に切り抜かれる、えっ、ー、と、範囲になるんで、これでん、これで範囲してできますんで、 こんな感じで残したいとこを範囲指定して残していきます。こんな感じで選んでいきます。で今回スカートを残したいんで、えー、っと、こんな感じで縮めていって、えー、っと、これもほとんどできてるんですけどね、この簡単な画になったらこんな感じでも勝手に壊して認識して作ってくれますんで、そしたらこのバッグを消していきますね。えー、っと、これで、 保存、削除する領域、このバックス消したいんで、これ削除する領域をクリックすると、カーソルをわせるとこんな感じで鉛筆画面になるんで、これで消したいところを、こう、範囲指定で、大きく範囲指定でクリックしていくと、囲むような形でしていくと反応するとこがあるんで、これで、ここ今紫になったの分かりますかね、え。っと これで今ここ黒でまだなってないんですけど、これでやっていくと、こんな感じで、えっと、消えますんで、そしたらここでバックここ消えてるの分かると思います。えっと、これで、あとそしたらちょっと残すのを一回ちょっとやってみましょうか。これ保存する領域、この足を出していきたいと思います。そしたらここ消えてるんで、こんな感じで、するとこう出てきたの分かりますかね。 こんな感じで、えっと、範囲指定していくとこう出てきますんで例えばこれでこの背景をこう出そうと思うと多分全部出てくると思うんですけどこうやっていくとちょっと時間かかりますねちょっとこれパス。 言ってんで、えー、っと、マークの削除はこれ、これですね、マークの削除で、こうやると一個一個消えていきますんで、こんな感じで。で、あと、すべての変更はっきり言うのは、ここを押すとこんな感じで、全部もう、設定が全部なくなっちゃいますんで、えー、っと、もう一回したらやっていきます。背景の削除で、こんな感じで合わして、 で、削除する領域。結構、慣れてくると、これ簡単にできてきたると思うんで。で、これ出したら残すとこ、こちょっとここの服出してみましょうか。こんな感じでやっていくと、こう服出てきましたよね。 こんな感じで残したいところをこれでクリックしていくと出てくるんで。で、前に戻したときはこのクルークルストを壊して戻っていくんで、これでも戻すことができます。で、これ、えっと、全部、えっと、画像、こんな感じです。カードだけになったんで、これでもう保存します。そのときは、えっと、ここですね、この枠。 この枠ついてるのわかると思うんですけど、この枠内でえと右クリックですね。マウスの右側を押すと、こんな感じで出てくるんで、これの図として保存、これをクリックします。するとこんな感じで出てきますんで、これのえっとピングですね。この形式。この形式になってんのを確認して、もしなってなかったら、これでこんな感じでここですね。 ここをクリックすると出てくるんで、おそらく、具がこれになってると思うんですけど、で、これで、えっ、ー、と、保存です。で、あ、えっ、ー、と、残す場所はどこに残すかで、えっ、ー、と、これで、えっ、ー、と、今回はピクチャー、ここに残しますで、で、あと、ここですね。これ、えっ、ー、と、名前の変更もここで、もし名前変えたいんであれば、これで、と、と、 こんな感じで変えると、えー、っと、で、保存ですね。で、保存して、さっきのがどこあったで、保存したのが、えー、っと、こんな感じで保存されますんで。 こうですね白抜きでこんな感じで白抜きされたのが、えー、っとできてきますんでえー、っとこれでえー、っと終わりですね OK ですねこれで OK なんでえー、っとよかったらこれは参考にして、えー、簡単な分でしたらもうこれで十分だと思いますえー、っとまだあ、えー、とこれでえー、っと ちょっと難しく、もっと複雑なになってきたら、えっと、これだと、しんどい面も出てくると思います。で、本格的にやりたいとかになると、えっと、また、えっと、ブログでも書いてるんですけど、えっと、銀プとか、えっと、ンプ、銀プですかね。とか、あと、フォトショップとかあるんで、そっちの方でやってもいいと思います。えー、っと、この動画は以上になります。えー、よかったら参考にしてみてください。あ,あと、えっと、チャンネル登録の方もよかったらよろしくお願いいたします。 えー、ありがとうございました。